ようございます。すすめ YouTuber たまさまとぶどちゃんです。はい、というわけで先月はね、紹介お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、東京ぶーちゃんは高校以来、高校以来です。はい、うん、なんかスーッて聞こえるけど、まあそれは気にせずこれから何をするかっていうのはね必要な今ね、必要なことを今やってます、スーッていうヒント音がね流れてますけど、はい、はい、いろいろ行ったりはしたんですけど、はい、まあそんな中でちょっと気になったものがあったので買ってきました。びっくりするぐらい微妙なところで買いましたよね。突然食いついたじゃん。突然これは2日目でしたね。これは北海道にないんじゃないっていうのでちょっと、はい、そうですね、知れてきました。はいはい、いきますよ。ででん、ペヤングの焼きそばのスッパカラマックス、はい、っていうのがありまして、イエーイ、まあ、世に言うあれですね、スッ辛いっていう、はい、一度に二度の衝撃って書いてますね。これはね、こっち多分売ってないと思うので、だからちょっと興味があって、ね、あっつコミュニティに買っちゃったんですよ。ペヤングがまず北海道にあまりないって思ってないので、うん、通常のペヤングはね、ある程度もうちょっとずつ出余りはしてるんですけど、うん、このタイプ系は多分ないんじゃないですかね。まあ、ないよね、まだね、うんうん、だからちょっと一緒にね、こう、まあ、食べてまあ、レビューしてみようかなと思っております。そうですね、はい、まあ、ザ渋谷の味です。渋谷のローソンかどっかですよね、あれ、うん、でホテルの直で買いました。そう、ね、ちょっとびっくりしたよね。ふっと見つけた、ふっとなんか買い物カゴに入れてんなと思ったらこんなの入ってましたからね、何これそうそう、これはねもうなんか買うしかねえと思ってはい、じゃとりあえず検証していきたいと思います。はい、食べよう。じゃあ作っていきたいと思います。はい、お湯入れます。袋し取ります。取りますね、ちょうどさっきシューって言ってたのはね、うん、お湯を沸かしてるポットのってでした ね、 、はい、ね、ペヤングの火薬、あ、なんか辛いもの、あ、辛い、酸っぱい系の中ある、ね、なんか良さそうな、うん、なんかある、なんかある、多分エビかな、これネギとエビかな。底上げしてこの隙間から入れます。撮影にあれするように撮ってるのちょっと辛いけど、全然モニターが見えない、モニターが見えない。この間から入れました。ちょっと上にいっちゃった雪切りした時にね、具が出ないようになるべく。ソースはこれ後かな。後ですね、うん、ソース今入れたらジャーってソース流れますよ。ソース流れちゃうかね。じゃあお湯を入れます。多い仕事で今、はい、仕事ね、はい、しましたんで3分測ってください。3分測ります。いや、30分喋るのってなんとなく僕らの感覚上ニコ生やってたからまあそうね、そういうなんとなくできるじゃないですか、体内時計みたいなやつ。そう、でもニコ生の時も分かる、 あれなんですけど最後の30秒何喋ろうみたいな逆にね、そうで話してる中でそうやって30分、あ、30秒経ちます。はい、来ました、はい、ということで、はい、お湯を投げてきてもらいましょう。はい、はい、るよ。はい、というわけで、お湯できました。開けますよ。オープン、シャー。お、具が出てない。うん、ここね、下に入れるとね、あ、こういう、あ、美味しそうな匂いするあと多分ソースをかけた時どうなりますね。うん、うん、ではソースをかけたいと思います。これが、ね、あれなんだろうね、そっからいいと赤い、おー、赤いね、赤いし、なんかデロッとしてる。うん、予想外、もっと行きたい状況かと思う。うんうんうん、ちょっとあんかけ風に近い感じ。あー、酸っぱい匂いするね。じゃあ混ぜます。はい、混ぜてください。手元に手元足元に手元よいしょ。急になんでその芸人でいいんですか、今。いや、なんか割り箸のお手元みたいな曇る今キンキンで撮ってるのね。わ、来た来たしょ、すっからいの来たしょ。では、はい、実食。ででん、じゃあまず私から、はい、いきますね。よいしょ、
辛いのはね、多分ね、そんなに大丈夫だと思うんだよな。そうですね。なんだったら僕より実は辛いもの大丈夫だったんじゃないか説が、うん、辛いのちょっとね、だいぶ味覚変わったからな、うん、よし、じゃあちょっといただきます。はい、ちゃんとフーフーする感じね。ん？おっと、すごい。何がですか？酸っぱ。あ、酸っぱいんだ。酸っぱってなってるところに辛いのがグーッと攻めてくる。ほう、酸っぱ、あーみたいな。あ、だってもう、だってね、ここら辺顔の中心部赤くなってるもん。かだってすげえこれ。うわ、すごい、もう汗かく、すごい。あー、すげえ。ちょっと待ってくださいこれ。2口目いきますよ。あ、でも2口目 いきたいなと思う味なんですね。うん、こんなむせる。こんな辛い。こんな辛いんだ、意外だ。吸い込んだらむせた。鼻詰まってるのにね。鼻通るかな、これうまく吸い込まないとむせちゃう。むせてるむせてる。パカラ、まさに。おお、汗かいてるし、ダラダラかいてる。いや、でもね、美味しいけど、自分的には好きな味ですね。うん、おーってなりながら食べれる辛さの美味しさ。ないね、これ、ね、うわ、すげえ、なんかたまたま動いたらすげえ匂いくる。うん、うわ、意外とすごい。なんかペヤングの前の激辛、うんうん、よりもある意味辛さはすごい感じる。逆に酸っぱい分っていうか。うん、声が変わったもん今。ヘリウムガスかな。いやー今ね、へーって言ってるけどね、これブーちゃんだったらすごいよ。実食。ブーちゃん編。ドドーン。じゃあここ行きます。あ、いいですか。ドラム入ってるんですね。あ、本当だ。エビがいます。そうなの、小エビさんがね。あー、効く。いただきます。はい、ちっちゃいのかな。あ、エビは、あ、エビ感わかりますね。うん、いいしょ。では、うん、麺の方、うん、いただきます。おい。あれ、確証してなかった。俺の見てたでしょ。お、意外といける？むせはすんな。はい、いかがでしょう。辛これ、辛いよね。じんわり辛っ。あ、ね、でもね、酸っぱいのはあー、辛っ。辛いっす。まず辛いっす。あのね、酸っぱいのは、うん、なんだろう、五目あんかけ焼きそばにめっちゃ酢かけましたね。あー、なんか蜜柑の優しい酢みたいな感じの匂いがして、うん、ちょっと最初、喉に刺さる、うん、ドンってきて、むせるんだけど、その後食える。どっかででも食ったことあるような、似たような味あるんだけどな、わかんないぐらい、もうなんかね、辛い。うわ、辛い。来るでしょ、じんわりと。これずっと残る、ずっと残る辛さだ、これね、うん、これはね。あー、うん、あー、辛い。もうね、チェイサー的なものを用意してないから、そして今回。そうなんです僕ら今、今のがないんですよ。すっかり食べるっていうのをちょっとね、油断してたね。熱いっす、これ、うん。あのね、うまく言えない、うん、そのちょっとした酸っぱさと辛さがえらいくる、うん、酸っぱさは一瞬なんだよね。そう、酸っぱいのはふわってくるんだけど、うん、その一瞬だけ、うんうん、あとむせるね、むせる、そのふわふわがふわってなる、うん、でも辛いのはずっと残ってる、うん、わー、汗止まんないでしょ。わ、すげえこれ、ダイエット効果にぴったり、うん、いや、まあでも美味しいですよこれ、うん、美味しいよね、普通に美味しい。でね、エビがちゃんとエビしてるから、うん、エビなんですよ。まんまや。
酸っぱいのって食欲増すんで、うんうん、夏とか夏バテした時にちょっとなんかちょっと食べたいなと思ったらこれありかもしれないですね、うん、あのペヤングって意外とこうなんつうのか量的にそんな多くないんだけど、うん、この一口二口でもうね汗だくになるぐらいすげえ汗かくわかんないかもしれないですけど、うん、すげえ汗かいてますそちらすごいやばいこれ作用すごいでも、ね、もう美味しいんで皆さんよかったら試してみてください唇が暑いですね北海道に寄ってないぞ、うん、喉痛いそれで皆さんお試しあれしたっけ